でその時にここに歩垂らして切り返すのが、まあ、棒銀の部分定石と。あなたが後手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、相手の方がですね、横歩取り希望の方なので、まあ横歩はやりたくないということで角換わりやっていきましょう。まあ後手一手損角換わりではあるんですけども、まあ右玉に踏んでいければと思っております。そうね、まあ一手損してる分、まあどうやって陣形作ろうかってところではあるんですけど、あー棒銀でね、棒銀ですか。で端ついて、まあ部分的には端でね、銀交換というか、まあ銀が取れるようにしときたいなっていう感じなんですけど、仕掛けてきたらまあ取ってみたいな、夫婦に銀強強みたいなのが一応、まあ、攻め方としてありますよね。でその時にここに歩垂らして切り返すのが、まあ、棒銀の部分定石と。でその時にまあ右側で、まあ、何ができんのっていうところではあるんですけど、まあこの辺はね、まあ流れるようにやっておきましょうか。でまあどっちみち右玉組んで、なんか右側にこう打っていくっていう、そういう感じでいこうと思ってるんで、うん、そうね、いって、まあ、玉どうなんだろうな、これ、ここまで早いと、どうなんでしょうね、まあ、銀はとりあえずね、ここに置いときたいな、一旦置いときたいけど、けどどうなんだろうな、銀ここに打つような変化にするか、まあ、銀出てって、で桂馬使おうか。歩突かれた瞬間に角を打つと、その辺までは多分定石のはずなんだけど、さあ相手の方が仕掛けるかどうか迷ってますね。まあ俺はね、あの何をしたらいいかっていうと、香車じゃなくて桂馬をこう、なんか香車なられて、まあ、ただで取られるのは嫌だよってことで、こっちに跳ねたいんですよね。で跳ねたいんで、まあ、銀をこう出ていって、まあ、中央手厚くしつつ、まあ、桂馬跳ねて避けていこうという感じなんですが、まあ相手の方考えてますね。まあそうね、桂馬はね、こっち跳ねて、こっちも跳ねて、こう2枚の桂馬でこの辺狙っていくみたいなのを、まあ将来的にできればと思ってて、まあ飛車はね、もう守備で活躍してもらう感じになるかな。左側でなんかカウンターしていくみたいな指し方になるんじゃないかと思っております。まあ角打って、例えばここに打って、まあ、歩ついて角打って、あなた縦に引くならどこ、縦に逃げるならどこ行くのっていう感じなんですけど、うわー、なるほど。いやでもそれはね、一旦桂跳ねがあるんじゃないかな。桂跳ね、歩突き、歩、まあ桂跳ねるよね。まあ金は一応飛車の紐がついてるんですけど、となるとやっぱ攻めの、なんていうかな、桂馬跳ねといて攻めるぞ攻めるぞって見せとくのかな。いつでも跳ねてくでっていう感じにしといた方がいいかな。まあ跳ねるか。まあ短期で跳ねてく。跳ねて跳ねてみたいな感じで、まあとにかく跳ねていくか。跳ねる、強打つ、なる、取る、取る、銀か。
こっち跳ねとくかな、こっち跳ねとくべきかな。跳ねる、銀が出る、跳ねる、取られる、取る。まあ角は手放してるから、まあ跳ねるか。なんかね、こう寄ってきた時になんか桂当たりになりそうで、まあちょっと嫌だったんで、で桂2枚と銀1枚とかの交換になってもいいかなっていう感じなんですけど、まあ、金とかでこうなんか守ってくるんだったら、この辺に割り銀とか角打ってこの辺狙うとか、まあ、なんかそういう感じで攻めていきたいなって感じですね。この金がなんとかならんかな、ちょっと邪魔だな。こうなんか飛車がこう効いてるからなんとかかろうじてみたいなところあるんですけど、これならまあ、なっといていいんじゃないかな。なっといて取らせて、で渡してるのが銀やろ、強者あるんやろ。まあ、なっといていいんじゃないかな。まあ、相手からしてもね、こうなんか玉の頭のところにこうなんていうかな、鳴り駒があるのは結構嫌な感じだと思うんですけど。7分。そうでもないのかな。と金って早い？早いのか。でもよ、うん、どうなんだろう、早いのかな。でやるならば一回なんか受けとけって話ではあるんだけど、そうね、瞬間、歩取って飛車浮かせてなんかできんかな。この瞬間角打ってみる？角打ってみてどうするかみたいな。ここなら銀が出ていけるっしょ。ここに行った時にどうするかなんだな。歩で取る、同歩。角が生きるかなっていう感じよね。手順に銀引いてこれるか。あー、それいいかもな。難しい。こう行って飛車、こう行って飛車が来る。で取って取った時に成り込んできた時に受け方むずいなって話はあって、が鳴らせて寄って鳴って寄ってみたいな感じで、こう金の負担を減らしていく指し方の方がいいかもしれんね。あー、この音を、となるとよ、早逃げか。実は早逃げがいい説わからん。そうで、この時によ、飛車が働いてるのが嫌だっていうんだったら、まあなんかこう叩くとかしたいんだけど、まあ桂跳ねるか。うん、で玉をね早く逃げとこう。でこれでなんか捕まりにくい形にしといて勝負って感じですかね。まあ、と金入ってきたら、まあ、金よけとくか。それは金よけかな。馬？馬？馬はなんだ？わからん。まあ、でもなんかね、なんかしたいね。
なんかこの辺のラインとか開けたいけどな、うまく。か強者早く取れっていうか、実はこのラインになんか角打つのがいいとか、そんなことないか。角打ってみる。打って避けられた時に困らんか。一回叩くか。叩いて飛車、角打って桂馬。あ、なんかありそう。叩きの歩。見えた、なんか見えた。まあなりたかったら取ってくれと。横利きの防御はやめてくれと。で角打って、これ角打ち痛そう。でこのラインで、うん、それはこうかな。でね、これは同角成の方がいいかな。同角成同銀でもなんな、同角成同銀、あでもこれ切り返しがあるんか。あ、ほな桂成からかな。はい、ありました。いい手指しましたね。いや最後ちょっと勝負手だったんですけど、まあちょっと感想戦で見ていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ですね、角換わりの、まあ腰掛け銀なのかな、まあ腰掛け銀模様の陣形に組みつつ、まあ右玉狙ってっていう陣形と、まあ相手の棒銀っていう形になりました。でここまではこの仕掛けから同香同香で垂らすところまでは、ここ14が確かね筋だったはずなんですけど、こっち13って言ってますね。あ、13ってこっち。あー、なるほどね。あの受ける下で受ける変化にしようって言ってるんですね。なるほど。まあそれも互角なんだけど、こっちで垂らすのもありだよねって思ってるんですよね。でここですね、28手目3一金。あ、これいい手だな。例えば今日なっても飛車が利いとるから取れるよってことか。かといって一番下なら、まあ香と桂の交換になりそうやし、ここの歩ついてきても、まあ、大丈夫だよと、銀がおるから大丈夫よと。はい、30手目からの、まあ、一連の、まあ、変化の一部ではあるんですけど、まあ、こういうのがあるよっていう紹介だけにとどめておきますね。19角打ち、まあ、狙ってるところだったんですけど、で、まあ、飛車浮きますよね。でこれはあの 銀が出てこれないようにしたっていう、まあ、一歩浮きなんですけど、これで、まあ、金を寄って角殺しに行くと。で2四歩に3五銀上がって、これはねこう歩次のここの銀打ちを狙ってるってことですね。まあ、なので2、3、歩成で、まあ勝負というか攻め合いみたいな感じにしてくるんですけど、まあ、角取って、まあ、同香車成に、これ4五角って言ってますけど、まあ、銀打ちで死んでますね。4五角むずそうだけどな。角ならだってここに打ってかあるし、そんなことないの。ここ浮いたらなんかある。ここに銀で死んどるっていうわけ。いやマジか。そうか、こっちの方が得なのかな。まあまあそうっすね。まあこんな感じの変化が一応あるよっていうことは、まあ覚えとった方がいいかもしれないですね。なってきたら多分ね桂馬跳ねるでいいと思うよね。はい、ですね、46手目ぐらいからまあだいたい9五角あったみたいですね。でやっぱ9五角の筋が嫌だから、飛車は横に行けって言ってるんですよね。でちなみに言うと、もっと前から角は受けって言ってるんですよね。どこかな。
ここか。とにかく飛車、飛車を、まあ、並べる前にこっち行けって言ってるんですけど、まあまあ叩いてからの方が角を含みにできるからいいかなと思ってやりました。で9五角7七桂成。そうこれね、こっち取ったらまあ詰みかなと思ったんですけど、こっちで粘られる手が結構気になってて、まあでも金取るかな。あ、金取らずに飛車に当てろと言ってるか。あ、でこっち成り込んでけっか。なるほどね、逃がさないよと。まあこれはこうやっといて王手やし、6八銀引いて、まあ馬と飛車の交換あったらこっちの方がいいでしょう。うん、まあこんな感じで変化するのがあったみたいですね。で一応俺の読み筋としては、まあこれで桂なってって、まあ同銀でも同金でも、まあ同金はアウトか、まあ、同銀なら切って、まあ、避けたら足せば勝ちですし、避けたら足せば勝ちですよね。こうやってこうやって進みますよね。なのでまあ取るんですけど、取ったら取ったで一手詰みがあると。やっぱ威力はねちょっと寄りやすいですよね、というような筋があるみたいですって感じですね。はい、いかがでしょうか。今回ね、角換わりの、まあ、対棒銀やってみました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。